皆さんこんにちは。小さくて美しい D マウントのレンズを使えるカメラがないのが我慢できずに、アダプター自作に挑戦してみたアズイズカメラです。本日の動画は 8mm フィルムカメラ用 D マウントのレンズをマイクロフォーサーズミラーレスカメラで使えるようにする夢のようなアダプターの制作方法紹介です。 D マウントとは1930年代から1970年代にわたって主に家庭用動画撮影に使われた 8mm フィルムカメラ用レンズ規格の中で最も広まっていたものです。一時代を築いたマウントなので、カメラ用ならばとんでもない値段で取引される超一流レンズメーカー製のレンズが多数存在します。しかもとても安いです。しかし小さい上にフランジバックが短すぎることから、ペンタックスが革命的な小型一眼レフペンタックス Q シリーズを発売するまでは使えない飾り物扱いでした。ペンタックス Q シリーズは小さいセンサーと短いフランジバックで D マウント用カメラといえるほどの救世主だったのですが、この革命も長くは続かず販売終了しています。このままではまた D マウントレンズたちは使い道を失ってしまいます。今回は現役バリバリのマイクロフォーサーズ企画で、このレンズ群を使えるアダプターの製作方法を公開し、ペンタックス Q シリーズの戦いを引き継ぎ、世界中の D マウントレンズを安心して使えるようにする第2次 D マウント革命を起こそうとするものでありますです。なんちゃって。本音はペンタックス Q シリーズのジャンクをいつか買おうと思って D マウントレンズを何本も買っちゃったんですが、手に入らず困っていました。というわけで、ないのなら作ってみようアダプターの精神できちんと無限遠が出るのと、レンズ本来の画角で撮影できることを目標に作ってみます。今回もびっくりするほど簡単な作りです。それでは早速開発動画をご覧ください。今回使おうと思う部品は3つになりますが、基本は D マウントより一回り大きい C マウント用のアダプターを土台にします。こんなやつです。ネット通販などで簡単に手に入れることができるものです。 C マウントは無限遠も出るし、 D マウントからすると羨ましいですね。次はちょっと手に入れにくい C マウントのネジを D マウントの径に狭めるリングです。私は eBay で1000円弱で買いました。国内で買うともうちょっと高いです。この2つの部品があれば、とりあえず D マウントのレンズをマイクロフォーサーズのデジカメに取り付けることだけはできます。ただこれだけではほぼ使い物になりません。テストで使うのはヤシノンの 13mm レンズで、こちらはペンタックス Q だと 5.5 倍してフルサイズ換算 72mm 程度の画角になるそうです。 8mm フィルムの感光部サイズは 4.5×3.3mm で、マイクロフォーサーズは 17.3×13mm ということで、約4倍もの縦横サイズ差があります。絵はほんの中心部しか映りません。それよりもさらに悪いのは、 D マウントのフランジバックは 12.29mm、 マイクロフォーサーズは 19.25mm と長すぎるので、レンズから数センチの超マクロ撮影しかピントが合いません。ここで使えそうなのが、レンズの後ろにテレコンバーターを入れてフランジバックを伸ばした中盤カメラデジタル化の際の手段です。テレコンは画角を狭めつつフランジバックを伸ばすことができます。これは中盤よりむしろ今回の小さなレンズ用の方がヒットする手段です。テレコンは全体としてオーレンズを構成します。身近な小さいオーレンズを探すとちょうどいいものがありました。ダイソーの広角接写スマホレンズです。このレンズは2枚組で、広角用レンズを単体で見ると明らかに大レンズです。サイズもすごくちょうど良い感じですので、仮組をしてみましょう。ここで奇跡が起きます。 D マウントの径とこの広角レンズの径が偶然一致しました。ネジのピッチは合いませんが、無理やりねじ込んで取り付けできました。で、あとは最初のテストのようにC マウントアダプターに取り付けて組み立てれば、ダイソーの広角レンズをボディ内に組み込むことができます。
変換リングは固定されておらず、いくらでもねじ込めるので、ねじ込みすぎるとデジカメのシャッターやセンサーを傷める可能性があり、その点は要注意です。とりあえず材料となる部品3つを組み立ててみました。100円ショップのレンズを組み込んだら、撮影結果はどう変わるんでしょう。まずは画角です。最初のテストは真ん中に丸く絵が映るだけでしたが、Oレンズがテレコンの役割を果たすので 13mm レンズでほぼ画面いっぱいに映っています。次に被写体までの距離です。さっきはレンズから 3cm でしかピントが合いませんでしたが、今度は 70cm まで離せます。まだ足りませんが、構造としては間違ってなさそうです。ピントの合った撮影結果を並べると大幅に改善したのがよくわかります。さらに焦点距離を無限遠まで伸ばす調整をやってみましょう。Oレンズを内部に埋め込んで無限を出すにあたり、もっと奥までレンズをねじ込めるよう、まずはOレンズの先端を 2mm ほど削り落としました。単純に短くするだけで加工精度はいりません。ただこんなに削らないでもよかったようです。次の作業の方が大事です。Oレンズのマウント側をレンズ周囲が削れてしまうぐらいまで削り込んで 0.5mm ほど短くしました。マウント変換リングの前側に D マウントレンズ、後ろ側にこの Oレンズをはめるので、これをやらないとレンズが奥まではまらない可能性があります。最後の加工も大事です。Oレンズのネジピッチが D マウントリングと合わないので、奥までねじ込むためにアルミのネジ山を削り落とします。完全に削り落とさず、無理やり D マウントにねじ込めるギリギリの高さまで削ると、接着なしでOレンズを奥までぴったりはめることができるようになります。出来上がったレンズは元の 7.2mm から 4.7mm とだいぶ薄くなりました。ただ先端はここまでやらないでもよかったっぽいです。まあ薄いのは安心です。いよいよ組み立てです。まずはOレンズを変換リングに無理やりねじ込みます。ぴったり奥までがっちり取り付けることができました。これがこのアダプターの心臓部になります。Oレンズがかなり D マウントレンズの近くに寄ったので、仮組の時よりもフランジバックが長くなっているはずです。まだ変換リングと C マウントアダプターは固定していませんが、機能的にはこれで完成したはずです。早速テストしてみましょう。これで使ってみると、被写体との距離を自由に選べるようになっていました。どうやら制作に成功したようです。あとは無限遠の設定をして完成です。設定は 6.5mm、13mm、38mm の3本の D マウントレンズを使い、無限遠が出る位置を探りました。今後の個体差を想定して、ぴったりではなくちょっとオーバーインフ気味にしておくことにします。これが最後です。無限遠を出したままアダプターを外し、裏側からエコキス接着剤で変換リングを接着しました。ダイソーで買った二液混合の強力なやつです。リングの周囲に接着剤を塗れば作業自体は簡単です。ただこの接着剤は本当に強力で、二度と剥がせませんから要注意です。私はつけすぎました。一発でうまくいってよかったです。無事完成しましたので、あとは実写です。広角、標準、望遠の3レンズを用意して屋外撮影をやってみました。全部 F1.4 というハイスペックレンズです。ちなみに O レンズでどれぐらい画角が変わるか、マイクロフォーサーズのズームレンズと比較したところ、 13mm のレンズと 22mm 設定の画角が一致しました。 1.7 倍になっています。マイクロフォーサーズはフルサイズ換算で2倍になるので、 13mm のシネレンズは換算で 44mm 相当の画角になることがわかります。悪くはありません。
いよいよ近所の公園で屋外撮影テストに突入します。トップバッターは望遠レンズシネヤシノン 38mm です。フルサイズ換算 129mm 相当になります。 F8 で遠景を撮影しましたがバッチリです。無限もしっかり出てケラレもありません。アダプター製作は成功確定です。その他の絞り値でも撮影してみました。 F1.4 は幻想的というより何も映ってないレベルでボケボケです。 F5.6 ぐらいからシャキッとしています。100円レンズが間に入ることで画質がどうなるか気になっていましたが、ちゃんと光学機器として作られたレンズなので十分見られる写真が撮れました。撮影はオリンパスの EM5 を使っていますが、この組み合わせでかなり強力な手ブレ補正が効きます。 F8 なら細かいピントも気にしないでいいので撮影は簡単でした。せっかくのシネレンズですから動画も撮ってみました。 F8 で遠景から近景まで綺麗に撮れました。フル HD なら解像度も足りている印象です。次は標準レンズシネヤシノン 13mm です。フルサイズ換算 44mm 相当になります。 F8 で遠景を撮影しましたが周辺原光がきついです。一番角分けられているようです。このレンズ本来の画角はもっと狭いのでこれでもかなり頑張っています。周辺原光も味わいと捉えてしまえば標準レンズとして十分楽しく撮影可能です。 13mm レンズもマイクロフォーサーズで使えると言っていいでしょう。絞り値をいろいろ試してみました。こちらのレンズは F1.4 でもある程度改造しています。表現として使い道がありそうです。 13mm でも動画を撮ってみました。小さいですがシネレンズなので動画に十分な画質を持っているようです。正直写真より良さそうです。ちなみにデジタルテレコンを使い2倍に拡大すれば当然周辺原光は全部消え周辺まで改造するようになります。これも大いにありですね。フルサイズ比 6.8 倍 88mm 相当の画角になりますが 8mm の本来画角はフルサイズの8分の1程度ですからこれでかなり本来画角に近づきます。まだ広いぐらいです。3本目は広角レンズシネワイドアルコ 6.5mm です。フルサイズ換算 22mm 相当になります。 F8 で遠景を撮影しましたがまあ予想通りケラレというレベルではなく周辺が映りません。これをこのまま使えるというのは無理があります。 6.5mm レンズはデジタルテレコンで使うのが前提になりますね。これでも本来の 8mm よりはわずかに画角が広いので換算 44mm 相当で使うことにしましょう。絞り値も試しましたがこのレンズはヘリコイドがなく F8 前後でパンフォーカス設定で使うことが前提のものなので小さい F 値は気にしない方が良さそうです。デジタルテレコンを使うのでさっきの 13mm と同じ画角になります。解像感が落ちるのは仕方ないです。 6.5mm は撮影できることに意義ありという感じです。動画は撮影中に絞りを変化させてみました。やはり開放は使い物にならず絞っていくとしゃっきりします。これで本来画角に近い動画が撮れますしフル HD の画素数ならデジタルテレコンも関係ないでしょうから動画なら使えると言って良いと思います。代表的な画角の D マウントレンズ3本でテストを無事終えて作ったマウントアダプターが楽しく使えることを確認することができました。1枚レンズが増えてしまいますが十分干渉に耐える画質で撮影できたようなのも大満足です。 D マウントの小さくて美しいレンズが使えるようになって嬉しいです。今回のアダプター正直作るのはそんなに難しくないですが効果は絶大で D マウントレンズを現役のカメラで使うことができるようになります。一度作ってしまえばペンタックス9シリーズがなくなっても D マウントレンズを使い続けられるので
よければぜひ作ってみてください。原価も大してかからないので、どなたか専用レンズで製品化していただけたらいいな、なんて妄想をしたりします。ぜひご検討ください。本日の動画はいかがだったでしょうか。これからも動画を投稿していきますので、次も見たいなと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録をしていただけると励みになります。評価も嬉しいです。それではまた近いうちにお会いしましょう。